カタロニアサーキットは、スペインのカタルーニャ州バルセロナの北部のムンマローにあるサーキット。コースは開催レースによって異なったレイアウトを使用するため、第一では全長4655メートル、ロードレース世界選手権では全長4727メートルである。1991年に改良し、国内外の各種レースカテゴリーに利用されている。 1992年に開催されたバルセロナオリンピックでは自転車競技チームタイムトライアルの会場にもなった。低速から高速までバランスの取れたコースレイアウトと温暖で安定した気候からテストコースとしても多用されている。会議地ではヘレスサーキットに代わって1991年からスペイングランプリの舞台となり、1992年以降は ヨーロッパラウンドの序盤もしくはその第一戦となることが多い。また、オフシーズンテストで多用されることが多く、その場合、時のシーズンのマシンの走行データやタイヤに関するデータが他のコースより豊富になるため、ここに合わせてマシンに大掛かりのアップデートを施すチームが存在する。また、時のシーズンの3分の1か4分の1前後に当たるレースとなるため、 以後のシーズンの数勢を占うことができる。2000年代以降は、スペイン出身のフェルナンド・アロンソを応援するファンが、スタンドを賑わす光景が見られる。ロードレース世界選手権では、ヘレスサーキットで行われる、スペイン GP が存在していたため、1992年から1995年まで、ヨーロッパグランプリとして開催され、1996年以降は、 カタルーニャ GP とされている。二輪レースではコース各所でオーバーテイクシーンが見られるが、四輪レースではコース幅の狭さもあり、抜きどころの少ないレイアウトとなっている。そのためコース上で順位変動が見られないことが多く、回一スペイン GP として2001年から10年連続でポールシッターがそのまま優勝し、2001から2004年はミハイル・シューマッハが4連覇したものの、 それ以降は、毎年優勝者が、カーリーチーム連覇も2回までと、総合的に強いドライバー、チームが優勝するとは限らない、波乱含みのレースが展開される。ホームストレートは、約1トルの長さがあり、1コーナーに向けて、下り勾配となっている。1コーナー、エルフへの侵入では、スタート直後に、多重接触事故が起こりやすい。続く、右の高速ロングコーナー、 ルノーでは強い横 G が発生する。180度コーナーのレプソールからセアとヘアピンで減速し、緩い左カーブを降り、ウルトを切り返すと再び上り勾配になる。コース中盤の高速コーナー、カンプサは風の影響でマシンの姿勢が乱れやすい。その先には日産シケインもあったが、1994年スペイン GP の際に、 サンマリの GP でのアイルトンセナラの死亡事故を受け、グランプリドライバーズアソシエーションから危険だと指摘され、急遽日産試験ン手前を追い越し禁止とし、タイヤバリアで作った別の試験員を設置して、レースを実施することとなった。翌1995年からはカンプサの R をタイトにし、日産試験員を廃止して、バックストレートを一本にした。バックストレートエンドには左。 右に回り込む二輪ヘアピンがある。一つ目の、ラ会社は2005年に進入部分が手前になり、短い直線を挟んだ複合コーナーになった。ヘアピンに続く二つの高速コーナーを抜けて、ホームストレートに戻るレイアウトだったが、2007年より13コーナー、ユーロップカーを鋭角にカットし、最終コーナー手前に減速用の試験員が追加された。10コーナーの、ラ会社は、 2005年に増設された10コーナー11コーナーを使用せずに奥側にある複合コーナーを使用する。2007年に増設された試験員は使用せずに増設前から使用されている12コーナー、ユーロップカーを使用する。2016年カタルーニアグップ元ニクラスのフリー走行にてルイス・サロムの死亡事故がユーロップカーコーナーで発生したため予選と決勝は事故現場を走行しない。 イ一用のコースレイアウトで行われた。2018年からは、ユーロップかコーナーのラムオフエリアが改修されたため、このコーナーは以前のレイアウトに戻ったが、10コーナーは、イ一用のヘアピンカーブが使われ続けている。2019年のカタルーニャ GP では、この F1 レイアウトの10コーナーで転倒アクシデントが続出した。イ一、ありがとうございます。